正木城は西江草地福山にあった日本の城。江戸時代公式には福山城と記されたが、当時からビンゴ福山城との混同を避けるため、正木城とも呼ばれていた。江戸時代末期に解剖強化のため、正木藩が江戸幕府に命じられ、居城であった福山館を拡張する形で築城し、1855年に完成した石田城と並び、 日本における最後期かつ北海道内でただ一つの日本式城郭である。函館戦争では明治元年11月5日に土方歳三が率いる旧幕府軍に攻め落とされたが翌年新政府軍が脱回した。明治維新後天守などを除く城の大半が取り壊されたが天守は国宝保存法に基づく国宝に指定された。 しかし1949年6月5日に、累相により消失。そのため、創建当時から現存する建築物は、切妻作りの本丸御門と本丸兵庫天玄関、および旧寺町御門のみである。今も残るクるは、石垣などを含めた城跡が、国の史跡に指定されている。現在は、正木城とその周辺の寺町や、観光施設の正木藩半屋敷を含む広いエリアが、 マサ公園として整備されている。公園には、松前早崎や、ベニユテカなど、マサ町発祥の貴重な、マサ系品種を含む250種1万本の桜が植えられていて日本桜名所100選に選定されており、2ヶ月にわたり、花見ができる全国屈指の桜の名所となっている。前身の福山館は、松前義弘の第2、 松前氏が居城としていた大館より福山へ移住した際、1600年から1606年にかけて建設された。福山館は堀や石垣があり、本丸の他にの丸、北の丸、矢倉が築かれていたが、松前氏が無常待遇だったことから、正式に城とは呼ばれなかった。江戸幕府は、異国戦到来の増加を受けた解剖強化のため、 正木藩主となったばかりの松前忠宏1 8 4 9年7月10日、新たに築城を命じた。追記の縄張りは、日本三大兵学者と呼ばれた、長沼流の市川一学に依頼された。市学は、息子の市川重郎と共に、正木に渡り、藩内を調査し、箱館の北にある、昭治山から、大川付近が最適地であるとして、意見武にした。しかし藩主側は、 松前が公益の中心かつ不祖伝来の土地であること、そして移転に要する多額の費用を捻出することは難しいため、現在の福山間を拡大し、海岸に砲台を設置すべきと反論。市川重郎は、函館移転と福山間拡張の二案を幕府に提出し、幕府の採決により福山間拡張で決定した。松前内蔵高等が総武行に任じられ、 1850年7月以降に福山間の撤去と縄張りが開始。石材には城北東部から取れる緑色業界岩を中心に、重要部分には兵庫の本見影石などが用いられた。総工事費は約15万両と概算されるが、追記の最大の課題は費用年出であり、沖の口高線の引上げや過信放録の1割、献上。 町民からの献金や労働力提供が行われた。1855年秋に工事が完成。幕府、目付堀利り広による。城は本丸から三の丸まで総面積21,074坪で、三重矢倉二重矢倉太鼓倉が建てられた。城の強化のため、外角石垣の輪郭を大きくし、さらに内側に二重の石垣を設置。 建物の壁も、その外側に落とし板が付けられた。また、旧式城郭として、異例の砲台が三の丸に七つ置かれ、城の他にも、海岸砲台が十六砲台三十三門、築造された。明治元年十月、江戸地に上陸し五稜閣を占領した、旧幕府軍は、肘方都市を指揮官に、将棋隊、陸軍隊、機体兵隊、新戦組ら七百名で、 松前攻略軍を編成し、10月27日に五両閣を出発した。11月1日には、藩領が津軽藩の旗を掲げて、正木湾に侵入し正木城を砲撃。正木城と各砲台から反撃し、藩領は沖に逃れた。旧幕府軍は11月5日に防衛線を突破し、正木城を攻撃した。藩主、松前徳広は10月28日に、 館城へ移っており、正木城の守備は、城大画廊の柿崎民部と軍事方の三上長順を中心に南門に45名、北門に50名の兵だけであった。旧幕府軍は陸上の他回転が城内に向け艦砲射撃を実施。将棋隊の絡めて門への攻撃に対して、正木藩兵は門を開いて、大砲を発射しては門を閉めることを繰り返す作戦を取った。 これに対し旧幕府軍は門が開くのを待って突撃し白兵戦となった。北門側では旧幕府軍が堀、兵を乗り越え北の丸に侵入、本丸で激しい戦闘が行われた。しかし兵力差は大きく落上した。正木藩兵は午後1時頃、城に火をかけて退却し、民家にも放火したため町の4分の3が消失した。 マサキを占領した旧幕府軍は、人見正太郎を松前武行に任命し守備するとともに、町民も動員して、地雷の敷設や台場の新設など防備を強化した。翌明治2年4月9日、新政府軍は江戸地奪還に向け、乙部に上陸した。新政府軍は江差市から海岸線をマサキに向け進撃し、4月17日に旧幕府軍とマサキ政法のエラ、 立石屋で戦闘。激戦となるが、皇鉄他の漢方射撃により、旧幕府軍は敗退する。この間に、正木半兵が山中を抜け、正木城下に侵入、城を奪回した。現在も石垣に、函館戦争の断根がいくつも残っている。1872年、過信放禄維持のため、城内建物の銅瓦を剥ぎ取って売却し、一個、あたり七両を給付した。 1874年には、道南で、漁業税改正反対の漁民一揆が発生したことを受け、旧藩市による反乱を予防するため正木城を解体することとし、開拓市札幌本庁舎の屋根に転用するため、天守閣の銅板を剥ぎ取った。開拓市は、本丸御殿の建物を福山出張所としようとしたが、老朽化がひどいため断念した。1874年、 開拓士は、天守、本丸兵庫店、本丸五門以外の建物の解体を開始。古材は、役所建築の材料としたり、民間に売却された。同年5月には、正木城,城の取り壊しに着手し、石垣を撤去、堀を埋めて、さらちとした。そして町の再生を図って、1875年、豪商、須原小小江門らの寄付金と、国庫からの借入金により、 マサキ城の石垣を再利用して、マサキハトバと呼ばれている岩壁を整備した。なおマサキハトバは、1892年にセメントを用いた大規模改修が行われ、第二次世界大戦後、現在のマサキ港が整備され役割を終えるまで、船着き場として利用された。マサキ城の石垣を再利用した築造であり、 近代土木技術の移行として高く評価され、2014年度には土木学会によって土木学会戦勝土木遺産に認定された。その後、正木城は政府や道庁に保存の補助を働きかけたが実現せず、天守閣を改装して公会堂に利用していたが、昭和初期には修理続きで無用の長物扱いもされる状態であった。しかし、 1935年6月7日、定石が国の史跡に指定され、1941年5月8日には、天守、本丸五門、本丸五門東米が国宝保存法に基づく国宝に指定された。太平洋戦争末期の1944年6月には、軍の命令により、天守閣が敵の目標となるのを防ぐため、藁縄を編んだものを、 天守閣に被せて遮蔽した。戦後、この網を除去したが、白壁が崩れて、1946年に国が調査を行い、1948年度に国と道で修理工事を行うことになったが、道が資金を捻出できず1949年度に修理を行うこととなった。このため解体修理を始めようとした矢先、火事に襲われる。 1949年6月5日午前1時10分頃、国の史跡、正木き奉行所跡であった正木町役場の当直室から出火したものが飛び火して、午前4時には天守と本丸五門東米を全焼。町民の多くは手を合わせ、涙ながらに落城を見送った。消失を免れた本丸五門は修理工事をなされ、1950年の 文化財保護法施行により重要文化財に指定された。1957年、松本隆元町長の提唱により、正さ城再建規制会を結成し、募金活動を行う。5、792万円の寄付金に長費を加えた7、0円の工事費で復元工事を実施。なお、この復元工事に際し、国の史跡指定範囲内の現状変更申請は、 行われていなかった。1959年7月から、天守やケアとの敷地の整理が行われて、同年8月から本格的に再建工事開始。翌1960年9月に外観工事が完成。その後、第2期工事などが行われて1961年5月16日に落成した。基本構造は、鉄筋コンクリート構造によって、外観は、 消失前の姿をできる限り忠実に再現。内部は、正木城町資料館として利用されることとなった。この復元工事の完成に伴う式典には、松前家子村も、来町市、正木の旧城下町で、大名行列が行われた。1970年の時点で、正木町は、史跡内民有地の建物建築を規制しておらず、同年。 石垣崩落の修理を行うため文化庁が調査を行った際、現状変更申請のないままに違法建築物が文化財指定時から約30棟増えていることが問題となる。これを受けて町は史跡福山城保存管理計画を策定し、1976年度から建造物の撤去、定石以降の調査、修復を開始した。1991年、 正木藩市にある、売却して、死の急防を救ったとされていた、道河原の破片と推測される、金属片が、福山城跡の東角付近から出土し、その記述の裏付けになると注目された。1992年の発掘では、外堀の発掘が行われ、三ノ丸の下部に、約180年前の石垣がそのまま残っている、ことが確認された。 1994年の発掘では、正木城からめて五門字駅の発掘が行われて、約120年前の石垣の根石が確認され、本丸しのぐ幅27メートルの大規模のものであったと考えられるようになった。1995年の発掘では、福山城太鼓櫓跡の発掘が行われるとともに、福山城の5番台場と6番台場の位置や規模を、 確認する発掘調査が行われた。1996年の発掘では、板書後の発掘が行われ、その位置や規模を確認が行われた。2000年に外堀にかかる木橋と石橋のほか絡メ手口には、高麗門形式の絡ラ手にの門が、木造復元によって再建。2002年には、天神坂門が復元された。2001年、北海道遺産に選定。 2005年に、正木町新名の山中で、正木城石切りバートが発見され、2007年25、箇所の作業跡や、矢穴が確認された。2006年4月6日、日本百名城に選定され、2007年6月から、全国規模の日本百名城、スタンプラリーが開始された。2010年からは、天守閣の本格的な復元を検討することになり、同年5月に、 マサキ整備審議会が発足して論議を本格化させた。2011年の耐震診断で鉄筋コンクリート作りの復興天守閣が国の耐震基準を下回っていて震度6で倒壊の恐れがあるとされたため補強か復元かの判断を迫られることになった。そして2018年に2035年完成を目指した木造による復元計画が立ち上げられた。 1941年、国宝保存法に基づく国宝に、指定の文化財保護法施行後は、国の重要文化財となる。本丸五門、天守と共に残存していた、旧標古典は、1875年開校の末上、小学校校舎として利用されたが、1900年の新校舎建設に伴って取り壊された。しかし、玄関のみは新校舎に取り付けられて引き続き、 利用されることとなった。1982年、校舎新築に伴って、玄関部分は、A、化指定上内に保存されることとなった。1983年7月26日、北海道の有形文化財に指定。本丸五門東米、編集本丸五門の東側に続く土米で、長さは59尺、狭間5箇所、屋根は銅板吹であった。1941年、 国宝保存法の国宝に指定された。1949年6月5日の役場火災の累称によって消失し、指定解除となった。天守、編集天守は、本丸南東隅に挙げられ、三重三階の相当型で、追記当時は三重親やと称されていた。約十軒四方の矢倉台を築き、その上に犬走りのように余地を残して建てられていた。各階の大きさは、 1941年、国宝保存法の国宝に指定。1949年6月5日の役場火災の累勝によって消失し、指定解除となった。外観、編集最上重屋根の入りもや破フ以外には、破フはなく、各海外壁には2畳の投げ仕形を施し、軒裏は白木造りで、屋根は銅板武器であった。内部、編集1.2階は中央に、 シャ外側にいる側を回し、三階は、間仕切りのない構造。外に面する壁の内側には、防弾のため厚さ約6 0ト、mm、ルのケやキータを貼ってあった。1992年9月に、正木町省庁のバス待合所が、商家の土蔵風に改装されるなど、北海道道正木高線の拡幅工事に伴う、旧城下町地区の再整備事業においては、町屋づくりで、 商店街の建物の外観を統一し、最北の城下町や、小京都と呼ばれた町並みの再興を目指した。北海道道正木公園は2006年の沖口広場の完成とともに、城下通りと命名された。正木城市を中心とする約15万平方メートルの正木公園には、約250種8000本の桜が植えられており、 毎年春の、正木桜祭りには20万人以上の花見客が来訪している。1984年からは8月に、正木城下時代祭りが開催されている。所在地北海道正木郡正木き町技賞百144アクセス、北海道新幹線、道南伊佐利び鉄道線、木古内駅から、函館バス、松城下車、徒歩約10分。ありがとうございます。